こんばんばは。はい、えっ、ーえー、と皆さんにね、えー、ちょっとお礼を言いたいですあのまた明日も正式にちょっとまたお礼を言いたいんですがまあ,あなんと朝8のです、ね、登録者が16万円になったまあこれはあ,ありがとうございますすいませんはいえっ、ー、とさてところでですねえー あの、私がですね、もうこの1ヶ月ぐらいですね、あの、コニタンで、もう夢中になってまして、はい、もう私のアイドル、コニタン、もう部屋にポスター貼ろうかなと思ってます。はい、もうそれぐらい夢中になってね、はい、えー <coughs>、夢の中でも出てくるというぐらい、まあ嘘ですけどね、はい。まあ、いずれにしてもですね、もう、もうこの3月、先月はですね、もうコニタンで何本動画作ったかわかりません。はい、えー、ですから私がコニタンについて喋ったことはですね、もうおそらく、延べ、 の、述べてないな。この、あの、創計、総計、そうですね。10時間ぐらい喋ったっちゃうかな。いや、もうちょっとおかしいでしょう。はい。ほんで、えー、さてですね、世の中がもうコニタンに一直になってる時に、東京ですごい出来事が起こってたんですよ。いやー、もう知らなかったです。はい。あのー、コラボがとうとう激震しました。はい。えー、コラボ終了ということですね。はい。 むきーって誰か怒ってますけどこれは誰か知りませんはい <coughs> まあコラボがねとうとう終わりましたあのー、ちょっとね私もちょっとえっ、ー、とライブをやるためにねちょっと動画を調べよう動画というかあのネットを調べようと思ったんですがちょっとねバタバタしてて調べる時間なかったもう調べてからやれっちゅう話ですねはいまあとりあえずですね、えー、コラボはですね東京都からですねええー、の事業 事業委託が打ち切りとなりました。はい。えー、さらにですね、民間助成金も、うそれも打ち切りと断絶。まあ、つまりですね、えー、コラボは収入が一切絶たれたということです。はい。これすごいよね。はい。あのー、コラボはですね、あのー、ひまそらあかねさんがですね、えー、まあ、最初にこう、戦いを挑みました。 あのま暇さら赤さん坊団長ねまあね、まあ、全くの一般人ですえー、これがですねそのコラボというそのまあ、団体ですね社団法人ですかねあ一般社団法人まあ、これがですねもう相当怪しい動きをしてるあのつまりやってることはですねもうこれ公金まあ彼が作った造語ですけど公金集中々スキーム。 つまり、税金をですね、えー、このストローでチューチューチューチュこう、えー私たちの税金ですよ、これをですね、どん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 こう吸っとるまあ、そういうこう、社団法人ではないのかということで,です、ねまあ、ひまそらさんがですね、このコラボというのがおかしいとか言ってバーってもう去年あたり去年の秋ぐらいに、ね、もう相当頑張ってツイッターとか、ね、そういうことで。 こうそのなんていうかね一生懸命こう表現表現じゃないね、えー、そういうのをみんなにこう教えてたらしいですね、はいえー、ところがそれに対してですね、えー、コラボ側がずらっと7人ぐらい弁護士呼んでですね、えー、許さんと、えー、我々に対する誹謗中傷は許さない、えー、彼をそのつあのやっつけろということで,ですね弁護士7人ですよ。 はい、ずらーっとなで記者会見してねそれもね確か国会の中でやったと思うんですけど国会のどっかの部屋借りてね、えー、だから国会の部屋ってね普通の人間なかなか借りれませんはい、えー、そんなところで記者会見やろうともできませんじゃあだからこれをね誰かがだから国会議員の誰かがその部屋を何ですかね、えー、うまくう使えるようにしたんでしょうねこれ誰かわかりませんはいおそらくうなんとか日本なんとか党有党やと思いますけどもねはい。 えー、というのはですね、その日本なんとか遠いとことそのコラボはすごいこう親密なんですね。他にもコラボと親密なやつはいっぱいあるんですけども、はい。えー、それでですね、初めてそこで僕らは知ったんです。え何これえコラボって何なのえ島空あかねさんって何なのえどういうことえー、コラボ、え、なんかね、最初見た時はね、 かさんって悪いやつかなと一瞬思ってる最初見たというのは、えー、なんかねあの困難な女性をね助けるために一生懸命頑張ってる人たちを中傷してる、えー、こんな中傷は許せないということで7人の弁護士が怒ってねだーってもうすごい言うてるあほらなんかしないけどなんかひまそらあかねさんというわけのわからないやつがなんかそういう団体にねいち,いちゃもつけたかなと私はね 私はアホ私はアホです何も,何も知らんかってはいだから最初最初パッて見た時にパッと一瞬やねそんなかなと思ったんですよところがよくよく読んでみるとあれどうも違うようだなとえー、よくわからないこれどっちがええもんか悪もんかわからないもう、まあ、私はねあのテレビ見るときでもドラマ見るときでもすぐにね、えー、これどっちがええもんやどっちが悪もんやってこう聞くんですよねはいえー、もう本当にもうだいぶ古いおっさんですからねはいえー、テレビ見るときにですね <coughs> ええもんか悪もんか分からへんかったら安心して見られへんのですよ。はい。ね。えー、こいつええやゃやな、こいつイケメンやな、おって一生懸命応援してたら、実は悪もんやったらして、何や、こいつ悪もんやったんか、つきちゃうって最初から教えてくれよ、とうね。はい。ですからですね、その、その記者会見の事件を見たときで事件というかね、その情報を見たときに、どっちが悪もんやねん。どっちが悪もんか分からへんかったら応援できへんと思いながらね。はい。ほら、そうするとですね、私も興味があるんで、ずっと追いかけてると、なんとですね、その日のうちに、 たった24時間で、その、ひまそらあかねさん、頑張れと。えー、この7人の弁護士でつけられて訴訟された。えー、ひまそらあかさん応援するよって、たった24時間でね、2000万円もの金が集まった人でえっえっこれすごいと。あのね、あのー、まあ、20万とか200万ぐらいやったらね、まあまあ、その変なやつも、お金出せるとおるやろうと思うけど、2000万円というのはね、これはやっぱ相当な大金ですから、あ、これは、ちょっと調べてみようと、調べてみるとですね、 シマソラアカナさんが、えー、最初シマソラアカナさんで悪者ちゃうかなと思ってた違う逆やってこのコラボというのが もうとんでもない団体やということからだんだん分かってきたんですよ。でさらにですね暇空家さん頑張れということでまあこのうそういううに、えー、事件にニュースになったもんですから多くの人がそれを知ることになってもうどん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 暇空家さんに応援団が入ってですねもう今8,000万ぐらいなんか寄付が集まったらしいですねまあ、まあ、そのまあお金の問題と裁判の問題はちょっと一旦置いてといてで私もいろいろ見てるとですね確かにそのコラボというのは。 ものすごい怪しいなんだったやっんですね。えー、要するに困難な女性を助けるんだという、そういう名目でできた、ああ、社団法人なんでしょうけど、え、これがですね、もうお金の使い方が出たらめ。はい。えー、例えば、えー、 だからよ、結局新宿に集まってきた家出少女とかでね、えー、こういうのあんたら助けたるわー言うて、ほんで、その、その女の子をそのマンションとか、そのとこ、ねね、えー、連れて行って、まあいろんな支援をするということなんですが、果たしてこれが果たして支援と言える形なのかどうか、微妙なところなんです。例えばその女の子をですね、えー、自分たちにこう囲,囲うようにしてですね、その取り込んで、そしてその女の子にですね、えー、沖縄まであってね、反基地運動とかね、さやらしてるわけですよ。変でしょ、こんな ほん、はい、でらにですねそのもうお金の使い方も出たらめでね自分たちのスタッフがですねもうしょっちゅうおいしいもん食ってるんですよほんでその領収書なんか見てもねおいおいおいこれ一人頭割ったら8,000円も食うてるやんとかね一人8,000円の食事とかね一人3,000円5,000円の食事だから当たり前なんですよまあええもん食てねほんで例えば、えー、こんなもん買いましたって適当に領収書あるんですよね何これエア,エアコンエアコンえらい高いなと。 いやいや、すみませんでしたって。あ、これ、金額間違ってましたって。金額急に倍になったりしてね。おいおい、おい、エアコンってこれは高いかって。いやいや、すみません、間違ってました。それパソコンでした。とかね。もうとにかくデタラメ中デタラメ、でたらめちのでたらめ。そこからですね、通り、年間何千万ものお金がいってるんですよ。それをですね、彼らはもう好き勝手使って。で、えー、まあ、好き勝手かどうか分かりませんけど、とにかく、まあ、え、え、えな。だから、えー、ひまさらさんはそれをばーって言うてたんです。だから、そうすると、 この暇空っちゃうやったら許さん訴えるぞーってね。でもものすごいとさっき言いましたよね。7人の,の弁護士がやってきた。で、まあ、私はですねいろいろこう調べてみるとこれ暇らさんが圧倒的に正しいやんと思ってね。で私のニコ生、ニコ生じゃないわ。朝八に呼びました。 朝8時にですね暇、えー、空川さん電話出演ですけど暇、えー、空川さんの戦いぶりをですね、えー、実際にそのコラボというのは実際現実にどういうものなのか、まあ、具体的な話をいろいろ聞いてですね、まあ、コラボの実態を聞きましたじゃあその時に驚いたのはですねなんと、えー、そ,のそういうその、えーえー、と困難な女性を助けるぞ支援するぞという名目でできた NPO とか社団法人とかいうのが まあいくつもあるんですけど東京に、えー、4つあるらしいですよ。本当は本当はもっとあるか分かりませんけどとにかく主要なのが4つあるんですね。はいえー、1つが若草プロジェクト、えー、1つがパップスやったかなでもう1つが何やったかなちょっと名前忘れたそれがね、えー、WBPC というね、まあ、そんなふうに、まあ、W は若草プロジェクトですねで B はパップスやったかなパップスあじゃあ B はパップスか。 あとね、B は、ね、あ、ボンドボンドプロジェクトになってね。それから C が WB、WBPC か。で C がコラボですよ、ね。でね、なんと、もうこの4つの団体が、もう抗菌中々スキームで、もうとにかく金の使い方がデたらめで、ま、まさにだから、もう女の子を助けるぞという、そういう看板、あるいは名目を立って、 立ち上げてというかそれを全面的に押し出して実際にはその税金をですねもうどん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 吸い上げて自分たちがチュー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 おいしいもんやってるんではないかというねまあそういうそのどう見てもそうとしか思えないという形の団体が4つで驚いたことにですねこの WBPC か要するに若草プロジェクトそれからえっ、ーえーえー、とボンドプロジェクトそれからパッポス それからコラボ。で、この中でね、ひまそらさんに聞いたらびっくりしたのが、このコラボは、その4つの団体の中で、一番マシやって言うんですよ。これが一番マシやっていうんです。ええー、と。ま、あ実際ね、もう見てたらもうとんどい。これがマシなんかと思うようなことをね、はい。もう、もうめちゃくちゃやってるんだよ。だ,だってね、さっき言いましたよね、例えば、いやいや、あの、家で少女いっぱい助けたんだよ、私たちは。はははー。とか言うてね、じゃあそれもお金ちょうだいとか言うてね。でも、 で家出少女実際にそういうその支援とか実際にそう立ち直るための、えー、実際にそういうプロジェクトなんか何もやってないんですよ。ただねちょっとなコーヒー飲みなさいとかねあちょっとお菓子あげようとかねはい、えー、あんたら勝手に、えー、妊娠したら困るやろな近藤もあげましょうとかねそんな近藤も困ってて。 それが困難女性の支援になんのか、もうわけわかりません。はい。ほんで、そうやってですね、その女の子を、まあ、飼いならすみたいな、ちょっと失礼かな、その女の子を取り込んでですね、よし、じゃあ俺ら君たち、あのー、沖縄に行きましょうとか言って、沖縄に行ってですね、自分らは沖縄のね、もうすごい高いホテルを泊まって、まあ、リゾートですよね。ほんで、女の子を何してるか言ったら女の子は、えー、あの、いわゆる沖縄の、あの、基地反対運動で、あんた全部、あんたら運動しなさい言うて、え、これ何これ 政治活動に使ってるやんとかねもうほっとでたらめなんですよ。 で、でさらにですね、えーまあ、バスカフェと呼ばれて新宿にですねその、自分たちが買ったバスがありますねピ,ピンク色のバスらしいです、ね。そのバスをベアーつけてですね、あのー、そしてそのその新宿に集まってるような家で少女とかに声かけてあんたらバスに来なさいって,ってバスに入って「はいなお茶飲みなさい」とか言ってねお菓子あげましょう「はい、えー、近藤文あげましょう」いて,て、ね、そんなことしてねこれが支援だって言うんですよ。それ,それがその、えー、女の子たちがおあの困った女の子たちをこうやって助けてるんだよって。 いとかね、はい、そこに民間の寄付帳だいとかねもうそうやってやってた団体でこれに対して暇空あかねさんがですねもうたった一人でたった一人ですよで戦い続けとったんですよこれすごい。ほんでとうとうですね えとの住民監査請求をやったんですよ、えー、これおかしいだろうこ,のこの税金の使い方おかしいだろうこの請求書この,この領収書は変だろうということですねもう彼その取り寄せていろんな資料を取り寄せて、えー、まあこの資料請求とかしてですねほんでそこでもうこれは変やこれは変だということで、えー、住民監査請求をしてでこれを通してしまったんですよ。 ほんらやっぱりね東京都も調べない、しゃがないってことですね。まあ東京都もこういろいろ調べてたらまあ出てくる出てくる。ほんはら東京都もねまあこれは認められないってとこもありまして。ほんででも実はこの東京都のこれは認められないのもこれもねあまあまなんです。 甘甘甘すすすぎぎぎてててこれ普通の国税とか入ってね、えー、私らも言っても税金納めてますけどその時に、ね、国税にあこんな領収でどうでっかってそんなもう通るはずないようなレベルなんですよ。それをね東京都はあまあまあ、まあ、ええー、かーみたいなそんな大雨を。 もう通らないのはですね、領収書がないとか、そんな部分だけなんですよ。領収書がない会なんか通りませんよね。はい。普通の民間の会社だと通りません。あの、社長、あの、この間、いろいろ、その、仕事に行ってね、出張していって、えー、こんだけお金かかりました。えー、お金叩き取りましたんで、これちょうだい。分かったわかった。これ領収書は領収書お前へんね。えー、でもお金かかるとかちょうだい。これでも経理通るわけないですね。こう、ね、経理、まあ、普通社長言いません。経理理うてね。な経理も怒ります。あんたら、あんたら舐めとるのかと。 はい、領収書もないかね、通るわけないやろわかりましたわかりましたこれは領収書ですね、えー、これだねお得意さんと飯食いましてあああ最,初最初から出しいやそれ待ってええー、これ20万円これ誰と食うて誰と食うたか忘れましたけど20万円でさ領収書ありましたろお前お得意さん来たらええけどお前20万円も来てどうすれ、ねまあほかお前こんなもん経理通らんでえ言うてねそれは怒りますよねまあ要するにそんなレベルなんですよはい。 まあ、それでですね、ひまそらさんもう戦,戦ってたら、なんと、とうとう東京都が、いわゆる来年度の事業委託、打ち切り、つまり、もうこっから来年からは、え今年からか、今年からはお金あげませんとなったんですよ。これすごいね。これすごいですよ。だからもう終わりなんです。これもう無理なんです。はい。それに関してですね、 え、代表の二ユ夢ノさんっていうね、二刀夢野さんがね、こんなツイートしてます。ちょっと有言いましょう。面白いですよ。コラボがどんな思いでどんな活動をしているのか、女の子たちとどのような関係を作り、共に声を上げてきたのか、なぜ歌舞伎町で活動し、バスカフェが必要なのか。先日、週刊女性に掲載された安田光一さんの記事が全文公開になりました。ぜひ読んでください、ね。読みません。読みません。はい。えー、今日から、えー、2023年度がスタートしましたが、妨害の影響により、東京都からの委託事業はなくなり、 よかったねえ。なくなり、民間の助成金も、民間の助成金ももらえなくなり、今年度はすべて寄付でゼロから活動していかなければなりません。はい。バスカフェを開催できる場所を歌舞伎町付近で探さなければならず、土地を買うくらいしないと無理かもしれないと考えています。どうか寄付やサポーター会員になって支えてください。えー、嫌でございます。えー、はい。 いやだからね、もうこれもう、もう金ないんですよ。なくなったんですよ。はい。ほんでね、でも暇らあかねさんはね、これで終わりは言うてません。これはまだまだと。えー、要するに、えー、これで終わりじゃ、えー、要するに、えー、まだ、それまでね不正に使ったお金あるだと。これを全部明らかにしろ。そして、実際に不正があったなら、その金を返せと。返還しろと。それしない、そ,それまで、そ、そこまでやろうと言ってね、暇らさん言うてます。 いやー、すごいね。ちょっとね、ひまそらさんのツイート見てみようかね。ひまそらさん。もうほんま、ひまそらさんすごいわ。なんかもう現代のスーパーマンやね。はい。ひまそらあかねと。はい。このひまそらあかねさん、すごいね、えー。フォロー中。私がフォローしてるんね。はい。ひまそらさんは私のことフォローしてないけどね。まあ、それはどうでもいいんで。はい。えー、ひまそらさんなんか何か言ってたかな。これ、これに対してね。はい。えー、ちょっと待ってな。はい。えー、あ,あらかじめ用意しとけってうことやね。はい。 えーっと、ああ、もう、暇さんもよ計あるな、あの、よけあるから、なかなか出てきえへんかな、はい、えー、まあ、とにかく暇空さんのね、完全勝利なんですよ、はい、これね、もう本当、半年前までね、暇らさんが訴えられてね、えー、7人の弁護士が訴えられて、もうえらいことになってるやー、ってね、もうやられとったんですが、えー、とんでもない、たった半年で大逆転。 大逆転とかね。まあ、最初から全然負けてなかったんですけどね。えー、大勝利ですね。はい。えー、コラボと書いてます。はい、暇沢さん。これ19時間前のツイートです。コラボが切られたことで、一旦コラボの抗金流出、コラボへの抗菌流出は止まりました。ね、よかった。水道の蛇口をキュッとひねって、ひねってす。水がピュッともう、もう漏れない。キュッとしまった。あとは、返還をも、返金を求め、お金返すことね返金を求め、訴訟を頑張ります。すごいね。返金訴訟するんや。 えー、さらに言ってますコラボは氷山の一角 WBP の方が問題が大きい WBP というのは若草プロジェクトそれからボンドそれからパップスですかね、はいえー、これもまあコラボと同じような、まあ、似たような団体なんですが実は檜原さんに言わしたらこっちの方がずっと大きくて悪質者というんですね、はいえーえー、もう一回もう一回言いますコラボは氷山の一角 WBP の方が問題が大きいコラボは かっこ4団体の中では、マジだと思っています。これマジだ。だから、一番ザ魚をやっつけたんですよ。まだまだね、中ボス、ラスボスが控えてるわけですよ。まあ今のところはだからスライムですね。えー、ドラクエで言ったらスライムをやっつけたと、みたいなところですね。はい。えー、さらに、えー、ひまつまさん言ってます。えー、引き続き、若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、パップスの追求頑張ります。すごいね、標的をですね、 まあ、だから本当にこれロールプレイングゲームでもんや1個1個下から潰していくんやすごいなこれえっひまそらさんってすごいねいやこれなかなかすごいよいや、ほいでね まあなんで今回東京都から切られたかというとですねいわゆるあの,あのバスカフェって言うんでね歌舞伎町にあのバスを止めてですねまあそこで非常にもうなんか分ける分からんことをしとったんですよね。ほんででそれそれに対してですねその抗議 えー、それに対する抗議、抗議する人が出て。ほらその抗議する人と、そのコラボ側がえらい喧嘩になってね。まあそこもすごいトラブルになって。ほれでもそんな厄介や,やないことやね。まあ東京都もやっぱりその、えー、バスカフェの実態もだんだん見えてきたんですよね。でそこでですね、えー、東京都はバスカフェ、この歌舞伎町にバスカフェを止めて、こういう活動をしてはいけないという、まあそういうような命令を東京都がしたんですよね。はい。これは最もな、最もな命令やと思うます。これに対して、 コラボが発狂したんですよ。これでさ、コラボはどうしたかというとね、東京都庁の前でデモしたんです。うわぁあの、えー、その、バスカフェもう一回使わせろ東京とは無茶苦茶言うな言ってね、もう、ものすごいデモしてね、うわぁって暴れて。しかもなおかつ、そのデモ、デモで、そのデモに、そのバスカフェに使う、う車をね、あの、 そのバスを、そのバスね、実際、それを使ったんですよ。はい。えー、それはね、本来、その、困難女性のために使うと言われるという名目で買ったバス、しかもそのバスはね、その、自分たちのお金で買ったんじゃない、えー、国の税金で買ったいんですからね、そういうものをそのデモに使ってる。ほんで、さすがに、東京都は怒ったんですよ。何してくれてんねんって。だから要するにね、まあ、はっきり言いまして、自爆したんですね。自滅です。はい。でもね、 あのつまりこのとあぶた東京都で暴れへんかてつまり今までそうやってうまくいっおったんでしょうねところがやっぱりこんだけ注目されててなおかつそんな中でデモでむちゃくちゃなことを言うまあさすがにこう東京都で切れたわけですけど、えー、そういうふうにね彼らを、まあ、彼女たちいうかな彼女たちを自爆に追い込んだのはやっぱ暇空あかねさんですよ。ああかねねねさんが、ね、もう本当にある人、ね えー、ものすごい作戦練るんですよねいろんな作戦練ってですねもう何やかんやもいろんなこと追い込んでいって追い込んでいってとうとう彼ら自らが自爆したわけですよはいすごいね、はい、えっ、ー、とねこれ面白いですよあのね実は東京都が、えー、これね、えー、東京都が一般社団法人コラボの代表者まあ2頭有名な産地の代表者に向かってですね えー、東京都福祉保健局少子、えー、社会対策部育成支援課長という人がですね、えー、あの文書を送ってるんです、クラブに。コラボというのは2さんにね。はい、で、それの文書のタイトルですね、東京都若年被害女性支援事業における実施方法の変更について。まあ、これは面白い。ちょっと指を上げますね、はいえー。これ3月27日に送った文書ですね、はいえー。ちょっと言いましょう。 党が、東京っね、党が委託している東京都若年被害女性等支援事業における夜間見回り等のアウトリーチ支援について、これがいわゆるバスカフェとかそれなんですね、一連の行動ですね。えー、夜、夜、歌舞伎町を見回ってですね、えー、その、困難女性を助けるんだちゅいう名目でね、歌舞伎町をうろうろしてるらしいですが、えー、そういうその支援について、キー団体です。まあ、あなたあなたたち団体。キー団体では、東京、 あ新宿区区役所の敷地にバスを設置し実施しています。要するにバスカフェっていうのをやってるのでしょっていうことね。このアウトリーチ支援について、当該地での、その場所での支援活動には落ち着いて安心できる環境が整わず、若年女性の効果的な支援活動の実施が難しいことから、3月22日の事業実施にあたっては、別の効果的な方法を検討し、協議した、いただくよう、えー、協議いただくようお願いしていたところですと。しかしながら、 えー、しかしながら、既団体からは別の方法の協議はいただけないまま、22日当日に団体の代表も参加し、また当該事業で使用しているバスも乗り入れて、抗議活動が都庁舎前で行われましたと、えー、このことは委託事業の効果的な実施に資するものではなく、遺憾ですと、まあ、東京で怒ったんですよ、何してくれてんねと。 あんたらもうバスカフェ、ここではバスカフェ無理やから別なことをやりましょう。そうお互い協議しましょう。アイデア出してくださいっ言ったら、なん、そのアイデアも出さいといきなり抗議デモして、しかもそのバスカフェ、つまりそんな混乱情勢に使うはずのバスをその抗議に使うってどういうことや、いうことで、まあ、起こったわけですね。はい。えー、まあ、遺憾ですと。はい。また、先日、 企団体から3月29日の事業実施に向けた安全対策等についてご説明がありましたが、現状では事業を実施した場合、混乱が生じる可能性が払拭できず、トラブルの発生が懸念される環境において、若年女性の支援活動を効果的に行うことは難しいと考えますと。このため、別の効果的な方法について事前策も含め検討し、取り協議いただくよう改めてお願いしますと。いうふうにね。 で、結局、えー、それもうまく協議が叶わなかったんでしょうね。最終的には、えー、事業委託を打ち切りということになりました。えー、これで、えー、コラボは、うん、領土を立たれる。まあちょっと難しいこと言いましたね。えー、要するに、飯の種を立たれるということになりました。はい。まあこれで、えー、コラボは、うん、もう終わりです。はい。あのー、お金が一切入らなかった。まあもちろん、これにね、 えー、一生懸命その、寄付する人がおれば、あまた続行は可能ですけども、まあ、まあ、寄付集まりますかね。 はなんぼ集まるかはい、どうでしょうかということですねまあこんだけコラボがどんだけでたらめなことをやってきたっていうことはもう、これもう多くのね情報で明らかになってますんでねはい、お金の使い方が非常に不透明であってですね、えー、やってる活動もですねえこ、ー、それが支援に当たらないだろうというようなことでね。はい。 えー、これでねものすごいお金を請求してるんですよコラボはねはい私たちはバスカフェで、えー、女の子とや守ってまーすってねどんなことやってるかと女の子に声をかけてねあこっちおいでこっちおいで,であお茶飲みましょうって,ってバスカフェであお茶飲んではい、えー、じゃあバイバイねはい、えー、これお土産はい近藤、えー、もお土産言ってねはい私たちはこういう今日もこんな活動頑張りました、えー、こんだけの人数やりましたんで人件費はこんだけで「はい東京都さんお金ちょうだい」言ってねまあこんなふうにしてずっとお金をチュー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 貢献する で戻ったた。んでで、すよ。よよはい。い、え、い、ー、それがいよいよ、えー、終わりましたでここで、えー、暇空金さんはですね「いやいやまだ終わってないと」と、えー「これで終わりじゃないと」と今まで使った怪しげなわけのわからない使い方をしたお金、えー、あるいは不正な使い方をしたお金があったらそれを全部返すべきだとそれを返さないと終わらんぞ」と言うてね すごいね。もう情け容赦ないというかね。はい。えー、もう一旦切ったのに、まだ、いや、まだ、まだこいつは生き返るかもしれない。えー、さらに、えー、ね、もっとバラバラに切っとけ。そんな感じですよね。はい。すごい。ほんで、さらにですね、それだけね、今更さん、今更さんはですね、残る WBP、つまり中ボス、さらにラスベス、これまでやっつけると言いました。だから今頃はね、えー、WBPO、 ね、つまり、若草プロジェクト、それから、ボンドプロジェクト、それから、パップスですね。はい。これの面々はですね、今頃、ガタブルですよね。はい。ひまそらあかね、すごいわ。はい。あのー、まあ、実はひまそらあかねさんはね、私がやってる、私と有本さんがやってる朝8という番組で、今まで2回生出演してくれたんですよ。でもね、2回生出演してくれたけど、やっぱりね、喋ってて思うのは、 頭の回転が速い。うん、でさらに、えー、二歩先を読みますね。はい、これはねたった一人でやってますけどこれはなかなかコラボね厄介なやつを相手にしましたね。<laughs> えー、まあこんなねわけ最初訳の分からんやつこんなもん、まあ、弁護士にずらっと並ん揃えたら、まあ、相手はぺしゃーんとなるやろと「ひー許してくださいもうコラボさん許してくださいもうやりませんから」言って、まあ、言うてくるやろうともしかしたらそういうふうに、えー、鷹をくぐっとったかもしれませんけどとんでもない。 まあね、恐ろしい相手やったんですよ、はいえー、これどんだけ恐ろしいかというとねあの例の桜ウィーローさんといいますよねまあこれも十10年近くにわたってですねまあいろんなそのいや保守論客とか、まあ、そういう連中の悪口をですねネット上でぶわー書いてて、まあ、正体不明やったんですがこれがたまたまひまそらあかねさんにかぶちゅうたんですねこのひまそらあかねみたいなのねってなんかその桜ウィーローさんが言うたんですよねそれでひまそらあかねさんが何やこいつど,どこの誰やねん。 うーん、よしちょっとこいつ調べてみようかやったら調べてみようかやったら一瞬にその桜鵜里さんの正体一瞬に明かしてしまえばらしてしまったんですよ。元毎日新聞社の記者で今共同通信でね名古屋支局のおる、えー、なんか、デスクやったかなもうそれでしかも本名まで。 一瞬、でも僕ら全然分からなかったですよ他の連中もこのひまそら監査って一体何者やでどんねえちゃねえなんかでも、まあ、メディア関係者みたいな感じやけどでも正体はなかなか分からなかったところがひまそら関さんが一瞬分かったでね私これで聞いたの「ひまそらさんあれどうやって分かったの?」って聞いたのうんうんまあまあいろいろやり方あるんですけどまたこれはねいまだ、あね、いずれ今,今はちょっとそのやり方教えられませんけどってだからね結構ねなんかいろんなその何 禁じてとかね、多分そんなもん持ってるみたいですね。はい。いや、恐ろしい。これは絶対、手切り回したらあかんなと思いました。はい。えー、もう暇沢さんに、仮に私が暇沢さんに、えー、ツイッターで悪口言われても、その時に条件入ってたら、これ何や、何言うてこの、これ、これ、暇沢っ何あかれじゃ。っね、おっさんらくせえとかね、まあ、まかりまじうともそんなこと言うたらあかんなと思ってね。はい。えー、でもね、まあ、 味方にしたら非常に、まあ、心強いですねしかしながらですね、私、朝八もですね、二、あのー、人で組んでいこうとは思わないんです。まさらさんと一緒にタッグを組んでいこうとは思わない。これさんも、暇沙汰さんもそうなんです。えーまあ、特に私なんかはね、えー、何人かとですね、一緒に共にこう団結して、えー、グループを作って、私、こんなん嫌いですね。私はたった一人で、いつもたった一人で好きなことを言ってる。で、まさらさんもそうなんですよ。俺はもう別に仲間とかいらん。あその一緒にや,やってる同盟関係もいらんと。 俺はたった一人でやるんだよ。これがまたかっこいいね。私も好きなんですよ。もう一匹オオカメとかね、たった一人でやるっていうのは好きなんですよ。はい。ローンイーグル。はい。ちょっともう難しいこと言ったね。はい。えー、孤独な和しですかね。はい。えー、ね、あの、つまり私もですね、もう敵も味方も下手くらいもないね。はい。えー、僕が好きな人物は僕の味方。 僕が嫌いな人物は僕の敵というね。まあそういう単純なやり方でやってます。はい。えー、ですからね、朝8もですね、私と有馬さんやってますけど、でもね、あたあたあ私,も私と有馬さんがね、一緒にタッグを組ってなんかやってるわけじゃないですよ。結局ね、えー、好きなこと、お互い好きなことやって言うていただける話なんです。はい。えー、それが楽しい。はい。えー、まあそんなわけで、なんとまあ30分も喋ってもらった。例によって、私はこう今日はね、この動画は15分ぐらいで終わろうと思ってたんですよ。はい。 全然見てなかった。はい。すいません。はい。さて。いや、これね。あ、そうそう。一つあんねん。あのね。うん、大事なこと一つあんねん。ごあのね。実はね。実はね。このね。そのコラボ。このね。えー、コラボに関してですね。どうも。なんかね。厚生労働省やったかなちゃうわ。な、どこやったかな ええとね、ええー、厚生労働省か。厚生労働省がね、若年被害女性等支援事業への、への、妨害行為への対応についてでね。つまり、これね、この記事を、このお触れが、こういう文書がね、3月末に厚生労働省から各都道府県とか市町村にこんな文書が出されたらしいですよ。ええー、まあこれ簡単に言いますとね、 えー、この文書は簡単に言えば2党有名の主らが運営する若年被害女性への支援団体コラボに関するものです。同団体は主に性暴力や DV で悩みを抱えている若年女性たちに対して食事提供やシェルターでの宿泊支援などを行っていますと。えー、2022年末、同団体に公金の不正回帰があったのではないかという疑惑は噴出しました。 昨年、監査委員によって不正会計はなかったことが明らかになっていますが、経理上でいくつかの問題が、えー、指摘され、業務を委託している東京都はそれを是正させる方法で動いていたのですと。はい えー、ところがですね、不正会計疑惑が払拭されてからも、コラボへの攻撃が続いたと。同団体が定期的に開いているバスカフェは防衛を受け、活動の休止を余儀なくされている。いる最近では悪質な男性について、接近妨害を禁止する仮処分が出るほどにと。まあ、これ、一部の変な YouTuber がおったんですよ。変な YouTuber が、ね、バスカフェに突撃して、でもうそこでわあっトラブルになっているのを YouTube に上げて、まあ、そうやって再生回数で稼いだ、まあ、あんまりこう立ちのよくないのがいてねで、こういう男性に対して東京都はもうそこへ近づいてあかんと。いいう、まあ、そういうそ というような処分したでつきましてはさまざまな困難なあ問題を抱える女性の支援にあたりえ暴言や威力等による業務の妨害行為等に対する対応、えー、方策や効果的な支援活動につながる代替策の事前の検討などに努め必要に応じて都道府県警察に相談するなど適,用適切な対応を検討していただくようにお願いしますというふうなこういう文章が厚労省から全国の都道府県に届いたんですよ。これねねていうか、ね まあ、一種ね、コラボを擁護してるような、そういう文章なんですよ。えー、そういうような、妨害からその、そういう団体、まあ、コラボみたいな団体を守、守っていきましょう、みたいなふうに取れる文章が、厚生労働省から出てるんですよね。はい。で、これがですね、なんと、このお触れが出たきっかけは、 これあのフラッシュの記事ですけどね。このお触れが出たきっかけは、岸田文雄首相の長男、翔太郎君ああ、翔太郎秘書官なのだと言うと。はい。えー、前日の関係者が語る。えー、妨害工作が収まっていないばかり、警察が妨害しているような動画も SNS 上に出回っていました。これを翔太郎秘書官が見つけて、 たまたま見たんでしょうね、こう you、YouTube。翔、えー、太郎秘書官見つけて、岸田総理に伝えたので、まあおい、お父ちゃん、お父ちゃん見て、こんな、YouTube にこんな上がってる、こんな赤いよね、こんなもう赤いよね、ってこう言うたんですね、翔太郎が。で、それを見た総理が、総理から制度設計を進めた厚生労働省に、これはダメだろうと苦言が提出される事態となりましたと。はい。えー、当該委託者と、えー、そもそもは国の補助事業,業なので、えー、こうした通知を出すことがあるかもしれません。しかし、都が、 団体のの活動動を是正する方向で動いてたのにだから当話で「いや君らあのコラボに対してねいや、君らちょっとちゃんと行動でちゃんとしなさい」と「ちょっとおかしいよ」と「ちょっと改善しなさい」とかねいろいろこう言うてたそういう時期にですね、えー、突然団体を守れという違ったベクトルの通知を出すことになり厚生労働省内でも抵抗はありましたと。ね、ただ、 首相の言うことに逆らうわけにもいかず、まあ、子ども家庭、子ども家庭局、家庭福祉課長という目立たない肩書で出すことになったのですということですね。えー、もうね、翔太郎君、おとなししときなさい。本当に。もう、なんぼせんでもええねもう、もう、翔、もう、翔、岸田翔太郎君。ほんま、あんたはもう、なんぼ動かんでもええ。ね。もう、岸田翔太郎君が、ね。だから、その、その、 コラボへの妨害のねまあちょっと悪質な動画あったんでしょう、えー、まあ、そういう人もいましたでそんなの見て「とと、とっ父ちゃん父ちゃんこれ見てこれ見てこんな動画あんねと父ちゃんこれほらこれ,これ,こ,れこれやっぱりなんか言わないほら、うん、あっ翔太郎どうや、ん、あもうん、そりゃあかんよな分かった分かったほな厚生労働省言うとこはありがとう父ちゃん」 僕仕事してるでしょおそうやな、翔太郎。偉いぞ。だからかね、お前もね、将来は、えー、わしでは後を継いで首相になるんや。わーい、僕首相になるんだもん。とか言ってね。まあね、もうおとなしくしといてください、翔太郎君。はい。おったん、ね、対外して、本当にね。はい。えー、父ちゃんなんか言わはパパや。あ、パパって言うか。パパーパパーとか言ってね。はい。 パパ、なんかなんかまた鑑定の秘密教えて、僕のお友達のフジテレビの女性記者にこっそり教えるのあかんかん、翔太郎、お前、お前が、お前、もういろんな鑑定の秘密が漏れてるって、お前からは漏れてるって、もうもっぱいの評判や、ばれたー、パパーとかでね、まあ、お前、ええかげにせよっていう話です、はいえー。もう、こんな、まあ、こんなしょうもない、もう百田劇場やらさっといてください。はい、すいません。ははい、い、もう終わわ、りますわ、はいえー <laughs> アホやがな、わし。わしが一番アホや。どう見てもね。はい。えー、もう、翔太郎くんよりはアホやわし。はい。えー、僕、翔太郎くんより僕の息子の方がアホですからね。はい。だから人の息子は言えません。はい。そういうわけでね。そういうわけで、えー、皆さん、バイバーイ